わーい、今日は待ちに待った林間学校だ。ガガガ、普段できない経験が得られる貴重な勉強の機会ですね。もう勉強なんて言葉やめてよブラック、せっかく忘れてたのに。これは失礼しました。まあサトシ君は普段から勉強のことは忘れてますけどね。じい、それはそうと、せっかくですから動物とか出てこないものですかね。サトシ君 vs 野生動物、なかなかバズると思いません？戦うのは嫌だけど、でも確かに動物系は強いしね。その辺の茂みに動物とかいないかな。ブラックチャンネル。じゃあ、うわあ、あかねちゃん。おお、声がするなと思ったらやっぱりブラックたちだったか。こんなところで何してんだ？それはこっちのセリフだよ。動物がいないかなって探してたら、あかねちゃんが出てきてびっくりだよ。まあ、あかねさんも動物みたいなものですけどね。お、なんか言ったか？いえ、何も。俺たちは林間学校に来てるんだよ。あかねちゃんは？私か？まあ、修行だな。たまにこうやって野生の勘を取り戻していかねえとな。やっぱり動物ですね。ああ、それより面白いところを見つけたんだ。一緒に行かないか？面白いところ？ああ、湖がこの先にあるんだ。せっかくだから遊びに行こうぜ。野生の動物探すのよりよっぽど楽しいんじゃないか。こんなところに湖が？本当ですか、それ？なんだ、疑ってんのかよ。ちゃんと看板も立ってたぜ。湖まで何キロって。ガガガ。まあこのまま動物を探しても運よく見つかるとも限りませんし、湖まで同行してみますか。確かに湖も気になるし、行ってみようか。じい、怪しい看板。ずいぶんと奥まったところに来ましたが、こんなところに本当に湖が？おかしいな。確かにここで看板を見たはずなんだけど、なんだか薄気味悪いよ。あ、あったあった、これだ。なあ、あたしの言った通りに。お、なんだこりゃ、巨頭？おやおや、なんだよこの不気味な看板。ブラック、何か知ってる？俺ちゃんも実際に見るのは初めてですが、巨頭といえば有名なネットの都市伝説ですよ。都市伝説？ええ、とあるネットに巨頭という場所に迷い込んだ人の書き込みがありまして、その人が言うには、巨頭という看板を見つけその先に進むと頭がやたら大きい人間に出くわしたそうです。なんだそりゃ、単に頭がでかいだけか？それならサトシもでかいぜ。いえいえ、それはただの人間ではないのです。その巨頭というのは、あたり一面に無数に現れ、大きな頭を左右に振り回し、両手をピタリと足につけ、猛スピードでその人のことを追いかけたそうです。その人は運よく逃げ切れたようですが、もし捕まっていたら一体どんな目に遭っていたんでしょうね。それってでもあくまでも都市伝説なんでしょ？本当にいるわけが。でも看板は確かにあるわけだしな。ええ、本当にここがあの巨頭だとしたら見逃せないですよ。鬼ヤバな匂いがします。確かにな、こんなヤバいネタがあるなら見逃す手はないぜ。ガガガ、 YouTuber としてバズるネタは見逃せませんね。じい、ちょ、二人とも本当に行くの？湖に行くんじゃないの？サトシ君、何してるんですか？置いてきますよ。こんな美味しいネタ、放っておく方がどうかしてるぜ。確かに、ネットの都市伝説を追いかける動画がバズらないわけがないよな。あー、わかったよ、行くからちょっと待って。お、なんか足音が聞こえるな。もしかして、野生の動物？いやー、出た！謎の井戸。鬼ヤバな匂いがプンプンですね。
おや、あそこに何かありますね。ブラック、何か見つけたのか？これは井戸のようです。井戸？ええ、水道がない時代はこうして井戸で水を汲んでいたんですよ。ここに井戸があるということは、巨塔というのはやはり元は何かの村だったのでしょうか？そういえば、この辺にはボロボロの小屋がたくさんあるな。今はボロボロの小屋ですが、かつては立派な家だったのかもしれませんね。それよりも茜さん、この井戸、今は枯れて水もないですが、ずいぶんと深いので落ちないようにしてくださいよ。バカにしてんのか、ブラック。こんな見え見えの井戸に落ちるやつなんか。出たー！うわー！そりゃこいつがいたか。サトシくん、大丈夫ですか？おい、サトシ、何してんだよ。枯れ井戸に落ちるとか間抜けすぎんだろう。出たんだよ。サトシくん、どうしたんですか？そんなに慌てて。頭の大きい人が俺を追いかけてきて。おお、巨頭に出会ったんですか？それは鬼ヤバですね。何？本当に嫌がったのか？どのあたりだ？探しに行くぞ、ブラック。少し待ってください。とりあえず井戸に落ちたサトシ君を撮影しておきます。じぃー、そんなことしてないで早く助けてよ、ブラック。どうしたんだ、サトシ。ヘビでもいたか？ブラック、アカネちゃん、後ろ。ん？後ろ？バトル。うわぁ、なんだこいつら。これが巨頭か？どうやらそのようです。噂通りのユニークな見た目をしてますね。なんだこいつら、向かってくるぞ。お前らやる気か、こら。どうやら囲まれてしまったようです。ちっ、花から逃がす気はねえってか。しゃあない、やるぞ、ブラック。そりゃー、そりゃー、デビルサンダー、デビルサンダー、このあらー、デビルサンダー、デビルサンダー。なんかずるくない？巨頭王の正体。いや、今回も鬼ヤバな動画が撮れましたね。じぃー、こいつらは一体何なんだ？ふーむ、俺ちゃんも確かなことはわかりませんが、昔の日本では横文字は右から左に読んでたんですよ。お、つまり今とは逆に文字を読んでたってことか？ええ、つまり巨頭は本来はお東巨と読むのが正しく、昔祀られていたお東巨様という神様が何らかの罰で村人を自身と同じ姿に変えたのかもしれませんね。待てよ、じゃあこいつらは元は人間ってことか？さあ、真相は闇の中ですね。何にしても今回も鬼ヤバ動画が撮れました。ブラック、アカネちゃん、どうしたの？なんかあったの？まさかブラックが。いやいや、ブラックに限って負けるわけが。お、井戸の上から音が。ブラック、アカネちゃん、助けに来てくれたんだね。いやー、動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録、高評価よろしくです。次の鬼ヤバなテーマは君かもしれませんよ。